2敗の93年日本シリーズ、舞台はまた再びここ西武ライオンズ球場に移ってまいりました。今日の第6戦、先発は西武が各対面、ヤクルトが西村達司と発表されています。果たして今日ヤクルト日本一の胴上げなるか、西武が第7戦最終戦にまで持ち込むか、早速テレビの前の皆様と一緒に考えながらプレーボールを待ちたいと思います。鍋しゃぶ好き好き、みっちゃんかんちゃん、ごましゃぶにはごま、ポンしゃぶは何入っていますか？ポンじゃないの？ポン。しゃぶしゃぶするならみつかん、ポンしゃぶごましゃぶ。うーし、カラッと揚がるのはサラダ油じゃないよ、コーン油だよ。何してんの？さすがコーンだ、味の素のコーン油、ちゃんとちゃんとの味の素。新登場、藤から映るんです。800、あー夢よ。宝塚のスターだって高いものをいっぺんに買うのはちょっとつらい。イボ払いでお願いします。これが私のメインカード、住友ビザカード。お母さん、すぐかやりや。ビリでもいいから最後まで走るんだぞ。今年は一等賞よね。今日も削りたてが香ります。削りたて香るほんだし、味の素。やあみんな元気、ネスクイはじめまして、ネスクイバニー、世にも不思議なココアだよ、ミルクで作るココアだよ、ネスクイック、ネスクイ。10月19日 NTT は市街通話料金を大幅値下げしました。もう NTT で大丈夫、もっといい電話にするための第一歩です。明日の電話の話をしよう。今日ヘアスプレーをトゥデイに変えた。思い通りにピタッと決まる。でも髪サラッとしてる。スーパーハード無香料、風湿気に強い資生堂ヘアスプレートゥデイ新発売。冬が来たからみんなも来て来て。冬季限定醸造札幌冬物語。もらっても嬉しい冬のお楽しみ。真夏に摘んだ真っ赤なトマトで作りました。デルモンテトマトケチャップ夏摘みできました。デルモンテ。プレーボール予定時間まであと10分少々となりました。先発は西武がこの各対面、そしてヤクルトが西村達司、ともに日本シリーズ第2戦の先発と同じ投手がこの第6戦にも先発してまいりました。今日は放送席大下剛さんと東尾修さんですが、大下さん、はい、この2日間雨も入って空きましたね、間がね、はいはい、この辺は両チームにかなり影響ありと見ていいんでしょうか？ありますね、やはり今日の先発ピッチャー見ましてもね、西村が来ましたから、はい、本当は雨が降らなければ第6戦荒木でしたからね、そこら辺りがやはり雨の影響というのはそういうところありますね。まあ、共にその両チームピッチャーにとっては恵みの雨になってますますこの見る方は面白くなってきたという展開ですね。はい、今日はすごいゲームになるでしょう。はい、西村と角は第2戦に東尾さん共に先発したんですが、出来はちょっと散々というこの各対戦だったんですけどね、今日どうでしょうね。まあ、3戦以降ね、やはり西武の投手陣がヤクルト戦をしっかり抑えてますんでね、そういう点をやっぱりこの2日間でヤクルトの方がどういうふうにこうなってますか、対策になってるというか、多少投手の方は攻め方変わってますからね、だから非常にこう楽しみですよね。で今日は今両チームのオーダーご覧いただきましたが、まあ、ヤクルトは足上がスタメンで出てますね。それからこれが今スワローズのオーダーです。畑が指名打者ということなんですが、大下さん、はい、西武がちょっと変わりましたね。ねえ、秋山を下げましたね。秋山5番の石毛3番、秋山が6番、鈴木健が5番と、この辺はちょっと鍵になりそうですね。やはり鈴木健の状態がいいですからね、やはり、5番に持ってきたと思いますね。
まあ、打つ方もそして各西村両先発もともに注目のこの第6戦、まあ、王手をかけているのはヤクルトなんですが本拠地に戻ってきたということで西武ライオンズもだいぶ気分の上だ五分に近いものがあると伝わっております。さあそれではこの後両チームのベンチリポートも交えてお伝えしてまいります。いいか、もうすぐ右側に富士山が見える。皆様、富士山が左手にご覧になれます。あなたの家族物語 JAL が応援します。素敵なプレゼント当たります。休みの日のこういう時間に飲むっていうのがね、うん、嬉しいよな、申し訳ないよな、大人のあれだね、うん、行くもっぽ結局飲んでる黒ラベル札幌。あ、小城さん歌ってる。全国カラオケファンの皆様へ、日立は歌える G ビデオラララ新登場日立。もう一日たまろう、ディズニーバケーションしよう、10周年の東京ディズニーランド。わかる？わかるわかる。本当にわかるのかしら、男の人に。しっとり夫婦がしっとり言う。金棒旅の宿。詰め合わせタイプもどうぞ。冬が来たから、みんなも来て来て。冬季限定醸造、札幌冬物語。もらっても嬉しい。冬のお楽しみ。今日ヘアスプレーをトゥデイに変えた。思い通りにピタッと決まる。でも髪サラッとしてる。スーパーハード無香料風湿気に強い資生堂ヘアスプレートゥデイ新発売。サロンシップ温熱用具は40度、腰の痛みに気持ちいいお風呂の温度です。直接貼って温める。サロンシップ温熱用具。おはよう、浅野です。モンカフェです。モンカフェは手軽に入るレギュラーコーヒー、香りが美味しい。簡単レギュラーモンカフェ。どんどん飲みたい。世界一バドアフターバド、バドワイザー。秋晴れの日曜日ということでお客様も続々この球場に入ってきております。西武ライオンズ球場、先発は西武が各、ヤクルトが西村と発表されている第6戦です。まあ、本拠地に戻ってきたということで西武の方がだいぶこのリラックス気分にも余裕があるようにも見えるんですが、一塁側西武担当小菅さん、その辺どうですか。はい、そうですね、今日まずびっくりしたのはですね、まあ、森重和ピッチングコーチの予告通り西武の投手陣のベンチ入りメンバーでした。まあ、塩崎、香取、杉山の他に石井慎太、渡辺久信、工藤とほとんど全員がベンチ入りしてます。はい、一方の打撃陣の方なんですけども、まあ、清原選手の表情にの良さに比べてちょっと秋山選手がやはり肩を少し落としているかなという表情だったんですが、まあ、秋山選手ももうここまで来たら、状態とか言ってる場合じゃない、気持ちで打つときっぱり言ってくれました。まあ、6番に下げられた秋山選手にその悔しさをぶつけてほしいと思います。一方の王手をかけながらまた西武に戻ってきてしまったヤクルトですが、三塁側、佐藤さんどうですか。佐藤さん、あ、ちょっと今取材中のようですね。野村監督の表情が映ってますが、大下さん、この表情を見る限りはこちらもまあね、まだ一つリードしてますからね、まだ余裕ありますよね。あ、白い歯も覗いておりますが、でも余裕あるね、この笑顔は。ただまあその神宮本拠地で1勝2敗と負け越してね、うん、来たというところでだいぶ野村監督も、西武特にバッテリーのですね、攻めに関して、非常にやっぱり王者のチームだなということを昨日おととい報道陣にも話してましたけどね。さあこちらは三塁側のヤクルトベンチです。まあ試合が始まる前っていうのはあれですが、やっぱり一番ドキドキしてるのは東尾さん、ピッチャーですかね。うん、まあでも今なってますか、ウォーミングアップ終わってマウンド行くまででしょうね。さあ10月最後の日曜日、サッカーの興奮は終わりましたけれども、スポーツの興奮日曜日、今日はプロ野球日本シリーズ第6戦決着がつくかというワクワクドキドキの生中継。この後
すぐプレーボールです。どうぞチャンネルはそのままで。まーる柳の茶福豆、ねえ美味しいでしょ。まだ、いやーほんと美味しいんだから。まーる柳、今3000円当たります。10月19日、 NTT は市外通話料金を大幅値下げしました。もう NTT で大丈夫。もっともっといい電話にするための第一歩です。あなたにとっていい電話って何だろう。いいサービスって何だろう。 NTT は考えます。いい電話って明日の電話の話をしよう。食えんのかなこのキノコ。噛んでいけよ噛んで。ウイスキーに水が溶け合う瞬間がサスペンスなんじゃないか。ヤマト、キノコ天然水割り管理座。キノコ食ったの本当に。これ開けるわ。出し入りだから出前いらず。海一番お前に惚れた。うまいね。海一番。どうせまた思ったように染まんないんじゃないの。1回目から。はい。本当にそんなに。なナオコに1本買ってきてやろうかな。うん、ありがとうございます。いくらなの。あら、安いじゃん。1回目から嬉しい色合い、ビゲンカラートリートメント S。 やっぱりお好み焼きはふわふわが美味しいね。ほんま、ふわふわが美味しいね。美味しいね。もうここ飽きせえし、またしてもらえましょうか。だしがきふわふわ日清のお好み焼き粉。ビリでもいいから最後まで走るんだぞ。今年は一等賞よね。今日も削りたてが香ります。削りたて香るほんだし味の素。もう一日泊まろう。ディズニーバケーションしよう。10周年の東京ディズニーランド。私は美味しさにうるさい、カロリーにうるさい、素材にうるさい。高油 100% でカロリー半分、ネオソフトハーフ雪印。名城食品のうどんはツルツルっとしていますね。もちっとしてていいですね。まるで奥様のお肌みたい。名城食品のこだわりうどん。まだ温まってけへんな。どないなってんねん。寒い。そうや。こちらガスのファンヒーターなら5秒で一気に温まる。温まるで即断対決。大阪ガス。青空の下、時折爽やかな風が心地よく吹き抜けてまいります。93年秋、共に激しいペナントレースを戦い抜き、リーグ優勝を果たした2つのチームが、シーズン最高の目標を目指して相まみえて1週間。未だ日本一の座をめぐる戦いの決着はついておりません。4年連続9回目の日本一を目指す西武ライオンズ、15年ぶりの日本一の座を狙うヤクルトスワローズ。ヤクルト3勝2敗でプロ野球日本シリーズは今日迎えて第6戦です。
ヤクルトが西村達治、西武が郭大元の両先発でプレーボール間近です。日本中が大いに沸いたあのサッカーのワールドカップ予選が、連続するボールの動きの中に勝負の一瞬の興奮と怖さを教えてくれる場だったならば、この日本シリーズはボールの行き交う間に相手の心と動きを読み、自分とチームの能力をいかに発揮するか迷い、そして決断するという、これまたかなり人間臭く、そして奥の深い舞台でもあります。さあ今日は一体どんな展開の結末となるのか、舞台の幕はいよいよ切って落とされようとしております。秋晴れの西武ライオンズ球場、風は現在ライトからレフトへ緩やかに吹いております。3勝1敗と王手をかけながら、舞台はまたここ西武ライオンズ球場に移ってまいりました。果たして今日ヤクルトの日本一の胴上げが見られるのか、あるいはじわじわっと王者の底力を発揮してきた西武ライオンズが今日も勝って最終第7戦にまで持ち込むのか、非常に興味のつきない一戦です。トップバッターのヤクルト飯田がバッターボックスに入りました。第6戦プレーボールです。今日はヤクルトは1番飯田、その後新井、古田、広沢、ハウエル、池山、指名打者に畑、そして、8番に橋上が入ってハドラーは9番に回っています。今日の解説はワイド解説の大下剛さんとズバリ解説の東尾治さんですが、大下さん、はい、2日間間が空いて両チームともピッチャーにとってはだいぶこの力を蓄える2日間になりましたね。そうなんですね。しかしね、僕ね、さっき君がよく聞きましてね、何かこう人徳のものを感じましたね。今日のゲームは技術以外のね、技術を超えた何かこの人間の心っていうんですか、それを気力というのが大きくなんかゲームを左右しそうな気がしますね。そのぐらいの大変なゲームだと思います。まあ、特にこの6戦7戦というのは同じ日本シリーズでも初戦の頃とはまた違うもの、何かあるんでしょうね。違います。飯田はライトフライ。今日のプレートアンパイアはセントラルリーグの小林、そして今日も6人の審判で行っておりますが、ご覧のように一塁がパリーグの村越、二塁がセリーグの福井、三塁がパリーグの五十嵐、そしてレフト側先進セリーグの田中、ライト側先進はパリーグの林です。さあこの先発の角と西村、まず角なんですが、東尾さん、第2戦では2回3分の0投げて51球8本のヒット、4失点でしたが、何回ですか、6回ぐらいでしょ。過去何回でしたかね、2回と3分の0なんですね。あの時はストライクを取りに行く球をですね、ヤクルト打線がどんどん打ってって、そうですね、まあ、コントロールもね、キレも、まあ、一番キレがなかったんですけど、今日はね、もう第6戦ですね、慣れてるなというか雰囲気にこう慣れましたね。非常にこうこの前と違う感じしますよね。だいたい角の場合なんて言いますか、初回2回の立ち上がりというのはずっとこう7回以降まで調子がなんても同じような、そんなに変わるタイプじゃないんでね、ある程度分かるんじゃないですか。古田がライト前ヒット。大下さん、はい、前回第2戦の時は先頭の戸柱にいきなりフォアボール、はい、でガタガタっときたところをですね、まず1点取ったヤクルトだったんですが、今日は1番2番が割とこのあっさり終わってしまって、さあ古田どうかなというところですね。だから3人でこれ終わらないでね、古田が初球をライトへ打ったということはね、何しろ今までの古田このシリーズ本当に警戒されていいところありませんでしたね。だけど今の一打でこの古田が今日はね、何かねいい仕事をしそうなね
気がしますね。なるほど。ここまで20打数4安打2割と抑えられていた古田が今日ヤクルト初めてのヒット。2アウトから1塁でバッター4番の広沢です。しかしね、この前の角もね、立ち上がり悪かったのはね、やっぱり工藤が立ち上がりやられましたよね。そういう影響もあったと思いますよ。まあ、森監督はあの1戦2戦工藤角で、よもやの連敗というつけが全部ここに来て来てるんだというふうに話していましたが、ただやっぱりこの西武ライオンズ球場神宮で2勝1敗勝ち越して戻ってきたってことはだいぶ大きいんじゃないですか。だから、まあ、2戦の角と、ね、今日の角というのはかなりこう受けるプレッシャーというのは違いますよね。伸び伸びしてますよ今日の角は。その角をどう攻略するか、立ち上がりのヤクルト。バッターボックスの広沢は第5戦まで21打数の5安打、打率が2割3分8厘、打点1というこの日本シリーズの成績です。やはり核を攻略するのにはね、足を使うのも一つの方法なんですよ。核はどちらかというとモーションがでかいんですね。そういった点で古田がすごく走るぞというあの経営を見せてますね、はい、そこのところ非常に核も警戒してます。まあ、そういった意味でこのところヤクルト打線がですね、ヒットの数も減ってきている、得点も少なくなっている、西武の投手を攻略するにはやっぱ足絡めた攻撃を早い回に見せたいですね。そうなんですね。だから今日のゲームの鍵を握るのはやはり攻撃で言えば僕は飯田だと思いますね。飯田が何回出塁できるのかどうか、ここも一つの見どころではないかと思いますよ。古田がランナー、映っているのは三塁ベンチの飯田。今日もネット裏にはバッテリーチェック松沼正幸さんに座っていただいてますが、松沼さん、前回はスライダーストライク取りに行ったところをですね、はい、バンバン打たれてしまった角としては今日は攻め方変えてくるんじゃないですか。いやでもね、前回と比べて角の調子はね、数段上だと思いますね。力も抜けてますし、はい、でもヤクルト打線のね、角の対策としては前回と同じですね。今までストライクを全部打ってきてますよね。東尾さん、松沼さんのお話では立ち上がり、前回の角とはやはり数段出来が違う、雰囲気にも慣れてきた、乗っているというマウンド上の角体現ですが、1回ツーアウトから古田にヒットを許してランナー1塁、だいぶ投球の間合いが長くなってきました。まあ、角のポイントはやはりハウエルと旗でしょ。左バッターがポイントになるんじゃないですかね。この広沢が出るかどうかですね。外、フォークボールで三振。日本シリーズの第6戦1回の表、ヤクルトランナー出しましたが無得点です。この放送は新鮮な明日へキリン、清酒発する東洋水産、日立建機第一工商、日産自動車カストロールと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。その酒は水が違うという。六甲の自然水が美味しい純米酒を生んだ。ハンデー純米新発売。白鶴です。
一歩一歩思い出を作っていく。あなたと歩いて120年、月星火星。クイズに答えてロンドンミステリーツアーご招待。マルちゃんマークでドロンクッションプレゼント。マルちゃん赤いいつでとりどりのたぬき。ホットトンホットトン、あ、私のホットヌードル。なんだ、てっきり尊敬するわしのために作ったのかと思ったぞ。グレてやる。うまくてすいません。ホットヌードル、ホットヌードル、マルちゃん。春は桜に埋まったこの西武ライオンズ球場も今秋、今日10月31日、プロ野球の総決算ともいえる日本シリーズ第6戦、今年の開幕投手そして胴上げ投手となった西村達司が日本シリーズ2度目の先発です。この西村は第2戦は6回3分の2を投げて打たれたヒットが7本、6つのフォアボールで2失点124球でした。特に初回に2点を失いまして、フォアボールをきっかけに3連打押し出しのフォアボールというのもありました。そういった意味で東尾さん、この西村もちょっと立ち上がりね、注目したいですね。まあでもやはり両方ともピッチャーね、6戦もなれば雰囲気になってきますから、やっぱり普段の力っていうのは出やすい状態ですよね。逆にこの辺りになって1回投げてくると、周りの雰囲気とかね、スタンドの雰囲気、そういうのに慣れてきますからね。去年の日本シリーズは右肘の故障でブルペンで投げるのが精一杯でした。今年は去年投げていない分投げてやると意気込んで、前回第2戦先発マウンドはシーズンでもこんなに悪い西村を見たのは初めてだと古田をして言わしめたほどです。そしてバッターボックスは辻。ワンツーから打ってサードゴロ。今日の西武のオーダーですが、3番に石毛、4番清原、そして5番に指名打者の鈴木健、そして秋山が6番に下がって柿内、伊藤、田辺と、こういうオーダーになっています。やはり秋山19打数2安打とホームランは2本打っていますが、打撃不振ということで今日は6番に下がりました。平野です。大下さん、まあ、西武もですね、はい、第3戦は田辺のスリーランが出たり、あるいは第5戦は鈴木健の満塁ホームラン出たりで、あの結果的にはあのたくさん点が入ってるんですが、まだこの足を絡めたりつながった打線でダダーンといくのがないんですね。確かにおっしゃる通りですね。西武のいやらしい点の取り方はまだこのシリーズまだ出てませんよね。今日もこの辻そして平野というところがツーアウトになってしまった。あの僕今日の西村の立ち上がり非常に注目したんですね、あと一つ勝てば日本一だと、はい、大手かけてるわけなんですね。このあと一つという時の選抜ピッチャーというのは非常によし今日勝てばという気持ちが強いと思うんですね。特に優勝慣れしている西武はそれはないでしょうけども、ヤクルトは去年やられたから今年こそはという気持ちがあると思うんですね、はい、しかし今の2人のバッター対する西村を見る限りそんな力みというのは今のところないように思いますね。なるほど。おっと石毛デッドボール。第1戦で先発の荒木からこの辻石毛というところが厳しい内角攻め。あの時は石毛も右の腕にデッドボールを受けて非常に苦しんだんですが、今日もその内角攻め当たったところはどこですかね。これね、左の肘でね、石毛はこうピッチャーへ向かってね怒るのは珍しいですよね。マウントの方行きましたもんね。やっぱりこう一瞬フッと行きましたからね。一歩左のこの上腕部、これでね今デッドボール投げましたね。
果たしてどっちがこうプラスマイナス考えた場合に、僕はね、当分は序盤のうちは西馬の方がかえってこうインコース攻めっていうのは厳しい攻めっていうのは難しくなってきましたね、はい、当たることによってね、石毛にぶつけたというのがね、逆に西武ナインよしという気持ち振り起こすというんですか、はい、そういうのもありますね。石毛だけにね、他の西武ナインがこれで燃えるでしょう。また一層ボールの当たったところがこのアンダーシャツのところ白く、なっております。スプレーですかね。あっとボールワンバウンド、この間に石毛は二塁へ。明らかにちょっと西村の方がやっぱり東尾さん、今のデッドボール効いてますね。そうですよ、やはり、まあ、このね、なんていうかな、デッドボールぶつけたことを超えなきゃね、まだいいピッチングできないし、西村どうでしょうかね。それでやはり序盤でインサイドの厳しい攻めっていうのは僕はかなり難しくなったと思いますから。野村監督は昨日、うちのピッチャーバッテリー含めてその内角攻めというのはですね、意味がちょっと分かってないんじゃないか、うん、つまり強いバッターとかランナーがいたときに甘い内角を攻めたらそれが1点になるんだ。そうですね、ただ、ね、デッドボールなんか1点になるからこの差は大きいんだぞということを、まあ、一般論として話をしていたんですけれども、逆に今のデッドボールでちょっとその内角をつきにくくなったってことですね。でしょうね。だから紙一重のところでね、当たるか当たらないかによって難しいですよね。特にね、こんな大きなゲームになると一つのデッドボールでガラッと変わってきますからね。ツーアウト二塁でバッターボックスの清原、ノートゥーからストライクが入りました。今もうだからね、外ばっかり今2球続けてカーブですけどね、どうしても外中心にならざるを得ないですよね。となると第5戦でシリーズ1号ホームランを打っているこの清原にとっては非常に的を絞りやすくなるということにもつながっていきます。サードハウエル一塁送球、二塁に西毛残塁です。デッドボールでピンチになりかかった西村ですが、この回無得点に抑えています。私はかわいい働きっと、それは日立のミニショベル、小さな天才ランディキッド、一番進んだ地球の耳かきのことです。日立研究。昔はこんなじゃなかったのにな。ちょっとした運動での動悸息切れは心臓からのシグナルです。そんな方に休診は効きます。1日3回の服用が効果的です。動悸息切れきつけに休診。昨日の雨から一転、爽やかな秋晴れになりました西武ライオンズ球場。ご覧のようにぎっしり入ったお客様。日本シリーズ第6戦2回の表、ヤクルトの攻撃、ハウエルからですが初球を打ち上げました。ライトの平野が取ってワンアウト。まあ、ヤクルトは3勝2敗と王手はかけているんですが、どうもこの大下さん、この第6戦もし西武が勝ってですね、はい、7戦まで行ったら圧倒的に西武だなっていう気がするんですけど、どうですか、ね、僕もそう思うんだけど、でも
さすが野村監督ですね。今日川崎伊藤というところ、はい、ベンチ入れてませんよね。今日はあのヤクルトはピッチャー7人、まあ、西村除くと6人ということになるんですけども、川崎伊藤がベンチ入りしてません。それから西武の方は逆に、工藤渡辺久信、総動員ですね、石井武弘、はい、全部入れてるんですね。対照的ですね。浅岡さん、小杉さんどうぞ、はい、あのその話なんですけどね、まあ、今早速なんですが香取投手がブルペンに向かいました。行きましたか。それとですね、あの角大元投手なんですがスライド登板ですよね、はい、あのこれは昨日の中止が決まってから言われたそうなんですが、まあ、自分からスライドでも大丈夫です、行かせてくださいと言ったそうです。で各投手シーズン中にはスライド登板というのをほとんどしてないんですが、もうこれは、ここまで来たら関係ないと、はい、今日は前回のストライクを簡単に取りに行き過ぎた反省を踏まえて気持ちで投げますと言ってくれました。まあ、その表情からプレッシャーというものはあまり感じませんでした。なるほどね。まあ、このあたりがやっぱ大下さん、日本シリーズというのはその、ローテーションとかね、そう、そういうものを超えたやっぱり気持ち、ね、気持ちの戦いというところが、ね、はい、ありますね。ベンチ預かっているとね、ピッチャーが生かしてくれと言えばね、そのね心意気にね負けてね、よしじゃあ任したと、そういう気持ちになるのが日本シリーズなんですね。まあ、ただあのピッチャーの話に戻りますが、川崎とベンチ入りしないということで、東尾さん、ヤクルトとしては今日一気に勝負ということよりも7戦を睨んだ万全の体制ということを取ったんですかね。まあ、もちろんね、第5戦からね、すべてやはり7戦まで考えていかないと、一気に4戦とか5戦で行こうとすると足元すくわれて打ちたれ食らいますよね。それは確かに野村監督がこういうような采配ベンチに入れません、これはもう大正解ですよ。僕らが一昨年ね、三勝二敗と後手かけてね、はい、第6戦総動員でベンチみんな入れて、そして負けてやられた苦い経験ありますね。それに比べて今日のヤクルトは川崎伊藤というのを外してますからね。今東野さんおっしゃったのはね、そういうところありますね。まあ、やはりこの日本シリーズもこの6戦7戦あたりになると、非常に同じ日本シリーズでも緊迫感、それから選手のその高ぶった気持ち、それから経験というのも、5戦まで戦ってきました。いろんな意味でレベルも高くなってきました。左中間へのフライ、レフトの垣内が取って、2回の表ヤクルト無得点です。Cuánto tiempo ha pasado más, ahora sé que ya encontraré las emociones. Mis recuerdos de ayer, paisajes que soñé, sé que van a empezar a cambiar mi vida. IMG. これからのメジャー、新しいグロリア。Life Together. 日産です。違うんだな。なんていうか君、いつもやることがどっかずれてるんだよ。まあ、硬いこと言わずにビッグエコでも言ってパーッと歌いましょうよ。思いは金さん、金さん、ちょっとずれてる。今のいいんじゃない？いや、もっとリラックスして、なんか硬いんですよね。リラックスしてるんじゃない？なのか、顔が怖い。パーッと行きましょうよ、パーッと。パーッとね。歌いにおいでよ、ビッグエコ。チケット久しぶり。肉食え。白滝大丈夫ね。これ硬くなっちゃうよ。はい。ほら肉食えよ。一番搾りってお鍋に合いますね。春菊もいいんだな。ほら肉もっと食わないと。キリン一番搾り。ビールってうまいね。嬉しい。野菜も食えよ。バッターボックスに鈴木健が入っています。今日は清原の後5番に入っている鈴木健から2回の西武の攻撃が始まりました。第5戦では満塁ホームランを打ちました。去年も第6戦で代打でスリーランホームラン。
今シリーズは15打数の7安打4割6分7厘で5打点。大下さん、この鈴木健がですね、今年もなんかこの、まあ、ラッキーボーイというには、もう今シーズンはレギュラーも打ったんですけどね、非常にいい働きしてますね。やはりことバッティングに関しては素晴らしいものを持った選手ですからね。その鈴木にフォアボール。そして6番に今日は打順が下がった秋山です。浅岡さん、小菅さん、どうぞ、はい、秋山選手6番に下がってしまいましたが、今シーズン一度もなかったんですよね、まあ、シリーズ初めてなんですけれども、まあ、第4戦の試合後の宿舎でのミーティングの後に片平バッティングコーチと秋山選手かなり長い時間話し合いをしたそうです、まあ、とにかく今のバッティングは左肩が入りすぎていてボールを斜めから見ているんだと、技術的なアドバイスもしたそうなんですが、まあ、それよりも何よりもこれだけの、ね、大舞台なんであれだけ打てずに恥をかいている自分自身にもっと腹を立ててほしいと、まあ、精神的な面でもかなり発砲をかけたそうなんですが、ちょっとこの打席も残念でしたね。そうですね、大下さん、今も初球ですよ。そうなんですね。しかし痛いね、今の攻撃は西武にとっては。まあ、前の回に石毛にデッドボールでちょっとこの内角攻めに不安がある西村がいきなりフォアボール出した場面でしょ、バッターボックス垣内です。この垣内に関しては片平コーチが、まあ、こういう大きな舞台だとなかなか思い切ってバットを振るというのは難しいんだけれども、よくバットを振っている、お褒めの言葉を話していましたが、本当に確かにそうですね、なかなかバット振ってこいと言ってもね、なかなか振れるもんじゃないんですよね、このシリーズっていうのは。まあ、そういった意味で今年の日本シリーズ、まあ、いつもこのシリーズ常連という西武ライオンズではありますが、鈴木健、それから垣内という、こういう名前が堂々とスタメンで各戦い名を連ねるようになりました。森監督は西武の監督として7回目の日本シリーズ、前の年と同じチームとこの日本一を争うのは西武監督になって初めてです。まあ、いろいろこの新聞紙上などには3勝2敗になると V はどうなるとかですね、雨で流れると V はどうなるとかいろいろありますので、ちょっと念のためにご紹介しておきますと、今回の西武のように1勝3敗から2勝3敗にしたのは過去15チームございますが、そのうち逆転優勝は4回。ただ森監督になってからの西武ライオンズは日本シリーズの6戦7戦は7年間で7勝1敗という非常にこの6戦7戦に強いデータが残っております。大きな当たりだ、戻ってきた、新井が抑えて日本シリーズ第6戦2回まで両チームとも無得点です。進化を遂げた新世代エンジンには新しいタイプのオイルが必要です。シンセティック世代をリードするカストローム XF08 SH グレードで新登場。
水が違うという。六甲の自然水が美味しい純米酒を生んだ。タンデー純米新発売。白鶴です。ふさふさしようよ、ふさふさ。うわー危ない。お仕事中ですが頭の点検に参りました。いやー、またですか。危ない人はマープレックス。あなた危ないのでここへ電話しなさい。危ない人はやっぱりマープレックス。東尾治さんと大下剛さん、ネット裏に松沼正幸さんをお迎えしてお伝えしている日本シリーズの第6戦、3回の表、ヤクルトの攻撃は8番の橋上です。今日大下さん、ハドラーが9番に下がってるんですけどね、この辺は何かあるんですかね。やはりハドラー飯田と続けたいんでしょうね。あ、アドラーは意外性がありますからね。アドラーでそして上位へつなぎたいというのが野村監督の狙いだと思いますけどね。まあ、それにしても今年の日本シリーズは1戦2戦はヤクルトが一方的に攻めた、3戦4戦は西武ヤクルトともにお互いのいい面が出た、そして5戦は代打を送るとかいろいろその決断の難しさ、監督采配の明暗が分かれた、そういった意味で去年とは違ったこの一本の流れがはっきりこう出てるような気がするんですけどね。だから最初ね、今日からはもう気持ちと気持ちのぶつかり合いでしょうね。もう辻ワンナー、それにしてもね、笠岡さん、はい、ライオンズはね、年には年を入れてブルペン見てくださいよ。こんなカップは状態がいいのにも、もう誰ですか。立ってますね、投げてますね、杉山と香取ですか。左がこれが杉山、そしてこちらが香取。備えを常にという、言葉を実践する森監督、早くもマウンドに抑えのピッチャーを送って体を作らせております。バッターボックスはハドラーです。ヤクルトは1戦2戦は合わせて25本のヒットを打ちましたが、第3戦は渡辺久信の前にわずか2安打、第4戦は5本のヒット、第5戦は6本のヒット、3戦4戦5戦で合計13本、得点が5点と、ちょっと本拠地神宮で打線が下降気味になっております。さあ、ここまでの各、3回に入ってるんですが、東尾さんどうですか。いや、もうなんて言いますかね、そんなにこう立ち上がりからムラのあるピッチャーじゃないから、こういうなんて言いますか、安定したピッチングすると思いますよね。ただ一発でしょうね。一発ね、少し得点こう高く入ってきますから、それは西村も言えますけどね。そのあたり松沼さん、バッターボックスに立つヤクルトのバッターはどうしよう、あるいはどうしたらいいのかなというところなんでしょうけどね。はい、やはり先ほども言ったように前回と同じような攻撃ですよね。ですから角の調子がちょっとでも落ちれば連打という形で第1ストライクから積極的に打ってますよね。追い込まれるとやっぱり今みたいにストレート144キロ、それとやはり各の調子が今の調子ですと、もう5回までに50球という投球数ぐらいで終わると思いますよね。はい、なるほどね。
まあ、なんといっても大下さん、このヤクルトにとっては早い回で先制点、それもまとめてあげたいですね。確かにその通りですね。早く点が欲しいですね、ヤクルトはね。今年の日本シリーズ、ここまで5試合はいずれも先制点を挙げたチームが勝っています。また風がちょっと出てきて強くなり始めましたね。これ始まった時はほとんど風なかったんですが、センターからホーム方向、石毛、清原と渡ってツーアウト。先ほどの回は西武 の、 そのデータというのをちょっとご紹介しましたので、今度はヤクルトの、シリーズ3勝2敗のチームというデータを、調べてみますと、3勝2敗のチーム過去30チームあって22チームがそのまま優勝していると、確率 73% ということになるんですが、今年のヤクルトのように王手をかけた後1敗してしまったチームは7チームありまして、そのうち5チームは優勝を逃しているという、こういう、過去のデータもございます。トップに帰って飯田、第5戦までは13打数の7安打。センター返し、グラブが飛びました。ショート田辺が取っただけ。ヤクルト2本目のヒットです。今の飯田のバッティング、これでグラブが弾き飛びました。一番警戒するランナーがファーストいますね、ここは2アウトですし、大下さんどうでしょうね。もう 100% いきますか。また走らなければいけません。さあカメラはバッターボックスを捉えておりますが、皆さん心の中では一塁に飯田がいるというふうによく記憶に留めてご覧いただきましょう。飯田のリードってそんなに大きくないんですね。大体アンツーカーから足がはみ出るぐらいだと大きいんですけどね。まずスライダーでストライク。早いカウントの時に飯田は走ってやるべきなんですね。早いカウントのうちですね。洗いが打ちづらいですよ。そうなんですよ。あの右足がね、あの飯田の圧力が出るとね、ピッチャーがね牽制しようかなって気になるんですけどね、ちょっとこう微妙な位置ですよね。モーションだけ、あっと洗いがツーナッシングと追い込まれました。今のは行く気ありましたよ。なんかこう行ききれなかったっていう感じですよね。あのね、飯田の位置っていうのは本当にピッチャーがすればね微妙なんですよね。そんなに大きくないし小さくないし、牽制しようかこうすんのやめようか迷うところですよ、あの位置は。もうここはツーナッシングになったけども、ツーナッシングからでも走ればいいんですよ。ここで走りました。伊藤から田辺にボールが送られてアウト、盗塁失敗。3回の表、飯田の足を点に結びつけることはヤクルトできませんでした。
私はかわいい働きっと。それは日立のミニショベル、小さな天才ランディキッド。一番進んだ地球の耳かきのことです。日立研究。クイズに答えてロンドンミステリーツアーご招待、マルちゃんマークでドロンクッションプレゼント。マルちゃん赤いキツネとみどりのたずき。ホットトンホットトン。おや、あんなところにホットヌードル。いやはやこの私のために今時既得な方もあったもんだ。それはしのうまくてすいません。ホットヌードル、ホットヌードル。マルちゃん3回の表に2打席からした飯田のこの走りです。伊藤からベースカバーの田辺にボールが送られてアウト。どうですか大下さん。いや、伊藤がストライクを投げましたね。ツーナーシンから走ったこと自体はね、僕は間違いではないと思います。それだけやはり飯田なしっていうのはベンチは野村監督は信用してると思いますね。伊藤の、ね、あの終盤っていうかシーズン終盤のスローイングにちょっと、ね、難点があったんですよ、はい、でもなんとここに来てこう伊藤自体の肩も良くなってきましたね。シュート回転しなくなってきました。その伊藤がバッターボックスですが、一塁側小菅さんどうぞ。はい、あのこのシリーズ前ですね、あのカメラはシャットアウトして、まあ、ブルペンに入った伊藤選手が入念にスローイングの練習をしていたんですよ。でそれ今思い出したんですが、まあ、ちなみにね、あの去年伊藤選手はヤクルトの盗塁を7回中4回刺してるんですよね、はい、でその刺した選手っていうのが新井飯田、玉島、橋上と、まあ、足の速い選手ばかりなんでね、まあ、こういうところの実績を見ても、まあ、偉大な選手ほど基本を繰り返すのかなという印象を持ちましたね。やっぱりその辺のその走ってくるぞという選手を指すあたりが伊藤の大きいところですね、うん、これがまたね、なんとも言えないね、これが野球の面白さ、しかしこの伊藤もシリーズにはきちっと調整してくるんだね、本当ね、シーズンの終盤で、ね、肩の状態というかシュート回転が大きくてそんなにその辺も良くなかったんですよ。よくこうなんていうかな、調整したっていうか。ただやっぱりその伊藤に限らずこの6戦になってみるとなんとなく西武がですね、気がつくとこうなんかヤクルトを囲んでるというんですかね、雰囲気的にも気分的にもどっちが3勝2敗かちょっとわからないという雰囲気があるところが、いや、そういう雰囲気にするところがね、西武のね、またね、強さだと思うんですね。あの一つリードしててもね、その気になれないんですね。そんな雰囲気にならないのね。まあ、その辺おととしこのヘッドコーチとしてベンチに入ってらっしゃって、まあ本当に気持ちの上ではね、そう落ち着くところはなかったでしょうね、大下さんも。気持ちの上で一つ勝ってるのが優位にいるはずなんだけどもね、それがなかなかさせてもらえませんでした。とにかく森監督は選手、コーチ、監督時代を含めて、日本シリーズは現在20連勝中という不敗神話を築いておりまして、短期決戦の鬼とも呼ばれております。ただ大下さん、やっぱり森監督っていうのはこの短期決戦の怖さもよく知ってるだけに、やっぱり采配でここってところはビシッと決めてきますね。そうなんですね。そしてまた表情何一つ変えられない監督さんでしょう。ファウル取ってワンアウト。こういう短期決戦は一つの勝ちで流れは変わると話していた森監督ですが、いや東尾さん、内心手応えは掴んでるんじゃないですか。いや確かに3戦以降の、ね、西武の投手陣がピタッと抑えてますから、ありますけどね、ただ現実は3敗してますからね、そんなにこう一つのこうミスがね、もうシリーズ終わっちゃいますからね、はい、やっぱ怖いですよ。これもハウエル、もうイージーゴロで取りまして、はい、広沢、おファーストミットの土手に当たっちゃったね。土手ですか、
かハメラの送球も死んでましたね。あのね、勢いがなかった。あのピッチャーというなら進化したのね、進化。そうですね、うん、ワンアウトで一塁になりました。なお三塁側のヤクルトブルペンでも今宮本と金沢がピッチングを始めています。ここで西武が打順がトップに返ったんですよ ね、 こういうもらったランナー、エラーでもらったランナーとかね、結構ね足を使うんですよ。ヒットのランナーというのは固くいきますけどね、まあ、その辺もシーズン、それからこの日本シリーズ、ちょっとした動きを見逃さない森監督のこの動かし方ですね。そうなのね、本当に意表をついたスティールとかね、はい。田辺がスタートを切りました。辻の当たりはセンターフライ、慌てて田辺は U ターン、一塁に戻ってきますが、これはアウト。走ったのが裏目に出ました。まだヤクルト西武どちらに流れが傾いているとは言えません。忙しいのは誰のせいだ。大丈夫です。あ、僕のせいだ。ビジネスの道具を一台に凝縮、液晶ペンコムザウルス。仕事にザウルス一つ、あとはいらん。シャープ。ブリッジ歩いてきた二人ささやくな。キリンラガービール。今日は10月の31日、神奈月、10月も今日が最後でございます。神のない月と書く神奈月ですが、勝負の神様は一体このスタンドのどこにいて、ヤクルト西武どっちに微笑むんでしょうか。でも3回の裏を見ましてね、その神がこうどっち行こうか迷ってますよね。迷ってますかね。池田さんのポロリね、今の田辺のなんて言いますか、走塁。いやー、あの辻が打った時はハマったと思ったんですけどね。で、先ほど飯田が、盗塁失敗してまた打ち直しになった新井がヒットで出るという、この辺が面白いところですね。4回のヤクルト、ノーアウトでランナー一塁です。バッターボックス古田、先ほどは初球のシュートをセンター前ヒットしました。古田が最初の打席にヒットを打つと、あとはピッチャーの読みというのが非常に上手なバッターですからね、いい方にいい方にこう回転してくるわけですね、この人は。初球を打っていきました。ちょっとなんていうかな、2戦以降の古田がね、荒っぽいバッティングでしたけど、今日はこう今のバッティング見ましても、かなりこう右を意識してますよね。まあ一塁にランナーがいますって、一、二塁間が空いてますよね。そうだからね、今のそういう追っつけたバッティングですよね、ちょっとそういう荒っぽさっていうのは消えてますよね。その意味でもこの2日間の間が空いたというのはヤクルトにとってもプラスに働いているようです。ここまで今年の日本シリーズは先制点を挙げた方が勝っています。バッターボックスの古田とマスクをかぶっている伊藤、このシリーズはこの2人の戦いとも言われてきています。
ランナーは新井。古田が最初の打席ヒットを打ってるだけに各としてもですね、攻め方はやっぱり気を使っていかなきゃいけないんですけども、ここまではどうですか？外のボールに対してね、今初球は甘かったけど、まあ、今のボールなんかボールなんていうか非常にこう慎重に投げてますよね。やっぱ角の方も初球の空振りファウルチップ見ましてね、結構、感じてるんじゃないですかね、追っつけてくることを。やっぱり内角の球で押っつけやすいボールで打ち取りたいっていう、でもね、インコースを、ね、甘くなるとね、かえって押っつけやすいですから、外のボールの場合ね、普段より1つこう抜いた方がバットの先が回ってね、効果的なんですけどね。これ2エンド2か1スリーがちょっと大きいですね、この場面。1スリーになりました。さあ、ここで大下さん、古田の読みとしては、まあ、狙いというんですかね。こういうケースになった時、古田っていうのは的を絞っていきますね。そして絞ってきて、そして思い切って振るバッターなんですよ。だから非常にこのカウントになって、西武のバッテリーは苦しくなりましたね。今のところ攻めるバッテリーはね、外一本で来てますからね。森重和ピッチングコーチがブルペンの電話を手にしています。今のは完全にインサイド待ってて、少し角のボールが高かった分だけ助かりましたね。まあ、今のはどっちもミスですよね。どっちもミス。投げる角もやっぱりこう嫉妬気味のボールですし、フルトンはやっぱりこう打ち損なったという感じですから。だからこの 2-3 になって本当は走らなければいけないカウントなんだよね。新井を走らせるのかどうかね。走りました。サード石毛二塁へ。二塁アウト。一塁はこれもゲッツー。さすが石毛だ。石毛迷わずも送りましたね。さすが石毛、なかなかね、あのタイミングで放れないんですよ。ただね、あれがセーフになっても筋ならファーストへアウトに渡してくれるだろうという、いわゆる相互信頼感ですかね。さすがベテラン、落ち着いたいいプレーですね。やはりちょっとこう西武の守備力というか、チャンピオンというか、これはこう大きいですよね。これシーズン通してやると、まあ、やはりこの攻撃よりも守りと言われますけれども、あのあたりの石毛の判断、広沢の当たりはレフトライナー、ノーアウトのランナーが出た4回のヤクルトでしたが、守りの西武の前に阻まれました。誰かが歌えば誰かに届く。第一交渉。シーマニュー。それはサルーンを狩る喜び。シーマへ。Life Together 日産です。穏やかな秋の日差しがスタンドを照らしております。澄み切った青空、綿雲がぷかりぷかりと浮かんで、本当に
のどかなお天気ではありますが、試合は徐々に両チームチャンスをつかみながらも、それに、まあ、得点に結びつかないという、複雑な中盤に入ってまいりました。4回の裏の西武の攻撃は2番の平野からです。あ、野村監督は、資料の書いたノートをですね、手元に持ってるんですが、そろそろいろいろそういうところを見出したりするんでしょうか。浅子さん、はい、どうぞ。西村の投球なんですがね、石毛のデッドボール以降25球投げてるんですけど、はい、まだ1球もねインサイド行ってないですよね。あ、やっぱり行ってませんか。はい、それとやはり西武打線を打ち取っているのはカーブが多いですね。ですから両そのアウトコースのカーブどうやって攻略するかが鍵になると思いますね。なるほど。やっぱり東野さん、内角はあの石毛のデッドボールで行ってないみたいですね。まあね、少し 2,3 イニングは行きづらいし、たとえ振ったらサインがインコース出しても投げる西村の方が思い切ってインコース投げれませんからね。それからやっぱりカーブがほとんど勝負球使ってますよね。ハドラまあ、しかしインコースをついてこないということは西武の方もですね、バッターとしては外に的を張って、あとは変化球が来るのかストレートが来るのか。あのね、いやそういう傾向もう分かってますよね、選手なんかすぐ。ただカーブがね、あまりにもこう多少甘いところから入ってくるもんだからね、力んでる感じですよ。なんだかこうカーブ待ってて甘いところから入ってくるとバッターというのは来たと思ってね、一瞬その当たる前に力んじゃいますからね、はい、それでこう打ち損ないというか多いですよね。まあ、この西村の場合はストレートはもちろん威力あるんですけども、変化球でもストライクが取れるというのが一つ強みですからね。そうですよね、やはりインサイド使えなくなったらカーブでかわそうとしてますよね。浅岡さん、佐藤さん、どうぞ。その西村投手なんですが、さすがに1回この石毛選手にデッドボールを当てた後はですね、非常に厳しい表情で引き上げてきました。しかしその後ダブルプレー2つでピンチを切り抜けたあたりからはもう非常にリラックスしてて、表情も穏やかになってきました。はい、でベンチからはですね、あのピッチングコーチの方からは、前回やられたからといっておとなしいピッチングはするなと、思い切って自分のピッチングをしていけというアドバイスが出てます。ベンチではね、いろいろとぶつけてもその後インサイド行けと行け行けと言うんだけども、なかなかねピッチャー行ってくれないの。またキャッチャー要求してもね、なかなか行けないんだよね。キャッチャーサイン出てもね投げれません、行きませんよ。そこにかえってね危なくなっちゃいます、甘く入ってしまいますから。あれがねベンチの首脳陣とやってる選手の気持ちの違いというのかな。ここがまた面白いところでね。1勝を挙げました西村、まあ、元気は強いピッチャーです。またここにもう1球インサイド厳しいの言ってみたら、いやいやいや、石毛がどんな、いやキャッチャーで見渡しませんよ。ピッチャーもまだそこは掘れませんし、アウトコースですよ。また外ですね。これがベンチだったらもう1球いけ、こういう言葉は出るわけですよ。でも行かない。もう1球受ければね、西村は15勝はしますよ。このシリーズの一つの両チームバッテリーにとっての大きなテーマであります内角攻め。あっと、さあショートバックアップ行きやまして、ワンバウンド、ツーバウンドはセーフ。ワンアウトからランナー一塁、これが今の石毛のヒットが西武は今日の試合初めてのヒットです。ハウエルのグラブをかすめるようにしていった打球を池山よくバックアップしました。
最後伸びきってしまったからね、あのボールがふっとハーフバンドで取ったからね。でも池山も成長したね。あの第3戦で肩を打ってですね、万全ではないようですけども、やっぱりこの辺も気持ちのね、舞台という、重もそうです。そして清原、石毛が初球を走りました。これがあるんですよ、今全く無警戒、まさか石毛は走らないだろうと思った時に走ってくるんですよ石毛は。これで私やられましたから。第5戦でしたかね、5回でしたかね、後半の方の戦いの1点を争うところで6戦だったか、7戦だったかね。今来ると思いました私、無警戒だから。まあ、野村監督はうちのヤクルトの選手というのは素直で真面目なタイプが多いと、西武は、まあ、野村さんによりと不真面目な野球、つまり相手を騙したりですね、隙をついたり、そういう野球をしなきゃいかんのだと、もう今年の日本シリーズもそれをつくづく感じるというふうに言ってました。その西武の野球の片鱗が今見えたような気がします。カウント2ナッシング、ホームランが出れば日本シリーズ8試合全勝という記録も作っている清原、今年はあの第5戦に先制のホームランを打っています。しかしね、西村もね、まあ、最初、まあ、初回のデッドボールで、まあ、2、3イニングはインコースは投げづらいと言いましたけど、そろそろやはりこうね、気持ちの切り替えて清原とか強打者続く時に行かないと、なんていうかな、本当にこう痛い星を落とすようになりますよね。まあ、6戦7戦あたりは1球の失投が命取り、だから優等生のピッチングしたらいけないんですよ、もう喧嘩だから、ね、ちょっとね、やはりあと引きますけどね、もう2、3イニング立ってるんだから、もう大丈夫、そろそろね、うん、ああ、フォークで、これ、今、フォークでね、2アンでしょ、カウント的にはね、一番今、1球ボール掘れますから。一番こうインサイドでボール気味にこう投げたいとこですよ。ちょっとインサイドでね、古田がこう少し寄りましたけどね、だからこれ、まあ、西村が少しこう嫌がったかも分かりませんよ、古田が要求しても西村が嫌がってるかも分かりませんからね。西村ちょっと大変だよね、石毛が初球にスタート切ったばかりに石毛も少し注意をしなきゃいけない。いやー、甘い、ネット前ヒット、石毛は二塁でストップです。甘いですよ、だからね、古田はねボールを要求してるんですよ、まあ、こう迷いながら掘って甘くなってホームランで投げてよかったですよ、これど真ん中ですからね。まあ、このヤクルトの投手陣というのはあの秋山にもそしてこの清原にもこのシリーズホームラン打たれてるんですけども、1億円取ってる選手にど真ん中は失礼やろと野村監督がもう言ったそうですが、やっぱりその辺の厳しさなかなか難しいんでしょうけど、本当ついていかないとね、やんないとこんなピンチ広がるし、で2ワンでね、一番もう投げやすいタイミングでしょ、なおかつああいう風に止まんなきますからね、ちょっとやはりこう西村のもう思い切ってこう気持ちの切り替えをしないと、はい、ご覧のように鈴木健は今年のシリーズ5打数4安打満塁ホームランがありますので打点が5、すっかりシリーズ男という雰囲気になっております。チャンスに強い鈴木健がバッターボックス、ここは4回1つの今日の試合の大きな山場がやってまいりました。ワンアウトで2塁1塁です。やはり今は完全に石毛が目立ってますから、完全に今のところセーブペースですからね。やはりこうして塁へ出て石毛がこれ痛いの分かりますよ。
この石毛の表情っていうのは鈴木健の視線に入りますね。石毛さんがこれだけやってるのにっていうのが一番西武は怖いんですよ、相手にしたらね。ヤクルトも本当にこうピッチングコーチ一回間を取った方がいいんでしょうね。ノースリー、さあヤクルトバッテリーにとってはイエローランプから赤信号になるかという状況になってまいりました。だからね、僕はね、鈴木が入る前にね、まあ、1回マウンドに、まあ、ピッチングコーチが僕はマウンド行くかなと思いましたけどね。西武だとこういう時必ず石毛とか辻が ね行ってマウンド取りますよね。ストレートでストライクは、練習を行っていますが、ここで川村ピッチングコーチがマウンドに行きます。ヤクルトの今日の控えはご覧のメンバーです。やっぱりここはあの内角を攻めきれなかったツケがちょっとたまりましたね。だから僕はね、2-1 からねインサイドで要求したフルターね、それを見てベンチがね、僕は甘く入って清原レフト前ヒット打たれた時点で気持ちの切り替えできてないから、マウンドからマウンドでねピッチングコーチ僕は行くと思いましたけどね。どうなんですか、森下さん、今のタイミングってのはちょっと遅いですか。ワンテンポね。ワンテンポ。さあ秋山が大変だ、今度は。まあ、西村もね追い込まれてるし、秋山も調子悪いし、ここらはあの気持ち的には五分五分だよ、秋山も状態が悪いですから。さあそれではこの秋山に対する攻めじっくりと見ていくことにいたしましょう。ワンアウト満塁、西武先制のチャンスを掴んでいます。まず初球はストレート。手出ないんですかね、これ秋山。あれ、あの時だったらね、弱気になってる、ね、弱気になってる、やはり結構怖がってる。併殺打だったらどうしようという気持ちが秋山の頭の中にあるね。先ほどはゲッツーでした。さあ打った、よかった、満塁ホームラン、西村呆然。秋山はようやく、このシリーズ取ったヒットが3本、いずれもホームラン。やはり恐るべし秋山。さっきね、浅田さん言ったようにね、1億円バッターに対して失礼ですよ。やっぱり、甘いというか、初球と2球とね、続けてきましたよね。これ、古田はやっぱりそこ、秋山は弱気だと思って一気に来たんですかね、2球。そうでしょうね、初球の見逃し方を見てね。やっぱり失礼でしたね、これは。やはりそれは打てないといえども、1億円バッター。秋山の今シリーズ第3号の満塁ホームランで4回に西武一挙4点を先制です。しかし、何このね、当たりだ。まあ、ショートの向こうね、池山見ましたけどね、一つもこう打球を追いかけませんでしたよ。いや、それにしてもまあピッチャーが崩れていくときってのはこんなもんなんですかね。ちょっとしたことでね。下球種の当たり、センターが下がってフェンスの前、これで2アウト。まあでも今西村の心の中もうどんなもんですかね。いや、どんなもんって後悔とも悔しさと、まあ、後悔と、まあ、何でしょうね。
なんていうかな、自分本来のね、彼は結構ね、気の強い方ですから、その気の強いピッチングできなかったというところでね、それはやっぱりこう悔しさというか、反省より悔しさでしょうね。さあ大下さん、これで野村監督なんですが、4回に4点取られましたね。この後、まあ、展開によってピッチャーのつなぎはどう考えてますか今。もうとりあえず西村で行かせて、もうこれあれでしょうね、西村次はもうそんなピッチャー続きませんからね、明日のことありますから、あとは味方の打線の奮起に頼るしかないんですよ、こんな展開になると ね。金沢と左の石井ですね。4回の西武の攻撃終了です。第6戦、秋山の満塁ホームランで西武4点を先制です。